ようこそ宇宙港へ。よろしくお願いいたします。いってらっしゃいませ。
生まれ入れ、そして帰っていく道、命の有り所、星の意志に触れることができる場所、そしてパラディソスへの入り口でもある。あの光の柱がパラディソスへの入り口、転送ゲートみたいなものか。覚悟はできたのか。私に勝利することができたら道を開けよう。私を凌駕するほどでなければ人先の花の覚醒は望めない。エルルを救い世界を救うことなどできはしない。ここで私に敗れるようなら
この先の運命に打ち勝つことなど夢のまた夢。それはさらに過酷な現実を思い知ることを意味する。人類、それならばいっそのことここで人思いに道を終わらせてやることも私の務め。その剣、力も思いも束ねれば、明日を迎えたくれば夜は避けられる。私はお前たちを、そうだろうヨハネ。そう思っているわけではあるまい。はっ、血に染まりし視界の主よ、契約の箱よ、逆負け。おお、いい動きだ。みんながいるから。私がお前たちを殺すことはない、そう思っているわけではあるまい。てら、第9剣の氷河よ、契約の箱よ、逆負け。だけを愛せ、それ以外には限りなく残酷であれ。血に染まりし視界の主よ、どうよ。迷いを退けるは強き心の私を殺すことはない、そう思っているわけではあるまい。血に染まりし視界の主よ、大発見の汚れよ。花と受け取れ、持ちこたえてくれ。
やばい、この代償高く最後までみんなで、これはさせない。これくらいなら。私は知りたい、一度失ったものを再び手にするにはどうすればいい。世界の断りがそれを拒否してもそれでも名を欲するならばどうすればいい。答えは一つしかない、自らも断りから外れた存在となる。限界を超えて。みんな、どんどん行くぜ。命を燃やす。朽ちた者だけを愛す。限りなく残酷であれ。限りなく残酷であれ。
この代償高くつくぜ。私がお前たちを殺すことは代償を持っているわけではあるまい。いい感じ。はっ。ほう。当たるかよ。くらえ。運命とは水面に頼っておかべんなよし。はっ。その道筋を変えてしまう。深淵よ。挑戦の借り、今返したよ。さあ、光の中へ。は、何？何を言ってるのですか？エルル？あなたは？どうした、エルル？マーブルブルエルル！エルル！エルル！you